キア97系機動車は、東海旅客鉄道が所有する事業用機動車である。本校では、東日本旅客鉄道で導入された事業用機動車キア E195 系機動車についても記述する。在来線のレール輸送は、日本国有鉄道時代からレールを、長物車に積載して、機関車牽引で輸送する方法が取られてきたが、貨車や、 機関車が製造から30年以上経過して、老朽化が進行していた。JR 東海ではこれらの置き換えを行うにあたり、同社の所属車両の大多数が電車と機動車であり、機関車は少数であったこと、技術継承の観点や、検査周期の違いなどの保守管理の観点や、着回しなどの運用の煩雑さをなくすことを念頭に、検討した結果、 自力走行が可能な機動車方式による動力分散構成のレール輸送車として開発されたのが本系列である。鉄塔並びに25メートルの定着レール運搬用の2両編成4本と200メートルのロングレール運搬用の13両編成1本があり、それぞれ R1、R4、R101 の編成番号を称する。いずれもメーカーは日本車両製造で、 前者が2008年4月、後者は同年7月に運用を開始している。配置されている車両基地は、前者が名古屋車両区、後者が美の太田車両区である。毎週か、日、どの週3日か、停車クレール運搬用車両が稲沢駅と名古屋港駅との間を一応往復している。ただし、名古屋港線は日本貨物鉄道の路線であるため、この車両は自走できず、 で、重系ディーゼル機関車1両に牽引されて運用されるが、この区間は JR 貨物の貨物列車扱いとなるため、JR 旅客会社所有の機動車を使用して運転される貨物列車という極めて珍しい列車ということになる。ロングレール運搬用乗務員室上部が丸い形状になっている。車体長は従来のロングレール輸送用長物車とほぼ同じ18.2メートルとしている。 大枠側張りは床下の機器偽装スペースを確保しつつレール積載荷重に対応した強度を有する構造とするため従来の長物車を天地逆向きにしたような形である逆魚腹構造とした乗務員室は定尺レール用とロングレール用で構造が異なり0.100番台はキア95系に準じた全面のみ普通構成の軽量ステンレス構造となっている 対して200番台は、レール取り下ろし作業の際に、レール方向に下ろすことになるため、乗務員室を高床構造とすることでレールを通すスペースを確保している。そのため、乗務員室上部は、車両限界に沿って丸い形状となっている。車体色はどちらもキア95系と同様、普通項部分が黄色、ステンレス項部分は、 無塗装で、青の太体とスカイブルーの細体が引かれている。駆動機関、充電発電機、蓄電池、空気圧縮機などの主要機器は、動力車に集中搭載されている。駆動機関、ブレーキ、編集エンジンは、電子燃料制御方式の CDMF14、HZC を、動力車1両あたり1機搭載する。定格出力は360馬力。 定格回転速度は 2100rpm である。液体変速機はリターダ機能を内蔵した DW19R を加速性能を高める目的で変速2段、直結3段に変更しレール下ろし作業の効率化を図るために低低速機能を付加した CDW19A を採用した。ブレーキシステムはキハ75系。 キア95系と共通の電気指令式、空気ブレーキであり、常用、非常、直通予備、大切ブレーキの4系統を備える。機関車などに連結され、無動力扱いで、牽引時に使用する、自動空気ブレーキ機能を搭載し、常用、非常ブレーキのみが作用する。台車、編集台車には、塩水積層ゴムによる、軸箱支持機構を備えるボルスタレス台車であるし、 DT66CTR254 を採用する。レール積空差によらない走行安定性や、積載レール大圧に対応した強度と、大圧低減、旅客車レベルの走行安定性を目標として設計され、軸バネには最大荷重15トン、積空差30トン、量に対応するために上下非線形の二重コイルバネを使用する。枕バネには、 積載荷重に対応した有効計 560mm の空気バネを使用する。台車旋回抵抗を低減し、曲線通過時の大圧低減を図るために、空気バネ前後合成を左右合成の50から60%に低減させている。空車時の最高速度は時速 110km、レール運搬時は時速 95km である。最大レール積載量は、 停車クレール運搬用が 50N レール25メートル46本で、ロングレール運搬用が60キログラムレール200メートル16本となっている。鉄道でもキア E195 から1キサヤ E194 から101キア E195 から101の3両編成での試運転が行われた。同年6月4日には、新越地方と同じ3両編成で、 小後田上のオグでの関東地方も含めた試運転も実施された。2020年4月21日から22日に、量産車第1号となる ST-2&ST-3 編成、2020年5月12日、翌5月13日には ST-4、ST-7 ST 編成が日本車両製造豊川製作所にて製造され、 いずれもコゴタウンにおいて配置されている。2020年9月8日から10日に量産車 ST-8ST-13 編成。2020年10月21日翌22日に量産車 ST-14ST-17 編成が日本車両製造豊川製作所にて製造され、オグ車両センターに配置されている。ST-8 編成からは、 小型運輸からオグ車両センターへ所属変更されている。量産車が小型運輸へ在籍するようになったため、量産先行車である ST-1 編成は小型運輸からオグ車両センターへ所属変更となっている。車体及び主要機器は基本的に東海車と変更はない。ただし改良点として体幹、体切構造の強化や 東日本側の信号システムに合わせるための ATS 機器類の変更等を実施。帯は JR 東日本のコーポレートカラーである緑の太体と黒の細体が引かれ、JR マークが添付されているほか、前面のヘッドライトや作業ライトは LED 化した。またレール運搬用設備はグレーで塗装されている。R1、R4 編成をベースとする。二両固定編成を蘇生。 編成番号は ST。小ご田運輸区所属。2018年1月10日翌1月11日に、かけて、小ご田駅まで、公主輸送された。2020年4月21日翌4月22日に、量産者、第1号となる ST、ST-2&ST-3 編成。2020年5月12日、翌5月13日には、 ST-4ST-7 編成が、小田駅まで、公衆輸送された。KIE195-1000 森岡型戦闘車。キア e 1 9 5 1 1 0 0上の方戦闘車。R101 編成をベースとするが、150メートルのレールを積載するため、2両、短い11両編成で蘇生する。編成番号は LT。小田運輸区所属。 2017年10月31日翌11月1日にかけて、小型駅まで、公主輸送された。小型の作業用ライトを4機備えている。ヘッドライトの左右には、保安装置用アンテナが取り付けられた。キア E195 ロングレール運搬用の先頭車。上の方1両目と森岡方11両目に1。運転台下に、レール排出機を、左右2機ずつ装備。 方向転換可能。キア E194 エンジン付き中間車。3から5両目、7から9両目に位キサヤ E194 中間付随車。2、6、10両目に位 JR 東日本キア E195 系機動車に関するカテゴリー。ありがとうございます。